皆さんこんにちは、井口です。先日ストレッチ、お家でできるストレッチ動画をアップしましたが、結構皆さんから体幹トレーニングの動画を撮ってほしいという話もありましたので、今日は同じく渋谷にあるプライベートジムの協力を得て、今日は体幹トレーニングの動画を撮ってみたいと思います。まずはインナーマッスルを意識するトレーニングです。ドローインと言います。こちらはですね、腹横筋などを鍛えるトレーニングで、まず体幹トレーニングと呼ぶは、基礎的な部分ではあると思いますが、呼吸を意識しながら、お腹をへこましたり膨らましたりするようなトレーニングになります。こちら方法が2種類あって、寝てやるやり方と四つん這いになってやるやり方があるんですけども、まずは寝てからやってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。仰向けになってもらって膝を立てます。でそこから呼吸をしながら胸を膨らましてお腹を縮める。この呼吸を5回から10回繰り返してもらって、その後へこました状態で、少しキープします。これをやることでまず体幹のインナーマッスルの意識ができますので、まずこれが基本の呼吸となります。はい。続いてペルビックチルトというものなんですけども、これはまあ特にこう骨盤の動きをより意識してやるといいと思います。四つん這いになっていただいて、骨盤をしっかりと丸めたり逆に突き出したりします。これを5回から10回やることによって、より体幹の意識ができてくると思います。これは僕たちもトレーニング前に必ずやる種目で、よりこの動きを良くしてから体幹トレーニングに入っていきます。ここからは少しバランスを取りながらやっていきたいと思います。まずまた四つん這いになっていただいて、その後、バックキックというものをやっていきます。四つん這いからまず右足を上げていただいて、ここで、バランスを取っていきます。これを30秒から1分間やっていただいて、次反対の足に変えます。左足も同じく30秒から1分やっていきます。はい。バックキックが終わったらですね、続いて、アームレイズ、手の方をやっていきます。手の方も同じく右手から上げていただいて、30秒から1分、右手が終わったら左手です。30秒から1分上げていきます。はい。これが終われば、応用編ということで、右手そしてその反対の左足を上げてキープしていきます。は
い、これも30秒ほど片方でキープしたら、次は反対側です。左手と右足、これも30秒キープしていきます。はい、これも今地面でやってますけども、僕たちは、バランスボールの上に乗ってこの動作をやったりして、より、体幹そしてバランスですね、効くようにしていきます。はい、続いてオープンチェストという種目をやっていきます。こちらは、少し前にやったアームレイズ、レイズキックの、動かしていくようなバージョンです。四つん這いになって片方の手、そして反対側の足を浮かせます。アームレイズとレッグキックでは固定していましたが、オープンチェストでいくとそれを真ん中に持ってきます。肘と膝を合わせる、で伸ばす、持ってくる、伸ばす、持ってくる。はい、まあ、これを約10回やっていただいて、反対側、はい、これをやっていただくとバランスを取りながらより意識ができると思います。はい、続いて、プランクですね。フロントブリッジとも言います。両肘をついていただいて足を伸ばす、はい、この状態ですね。この状態を作っていただきます。この時お腹そしてお尻ですね、しっかりと力が入っていることを確認してください。これを30秒から1分ぐらいやれるといいと思います。僕たちは1分を2セットやった後に、ここから手を伸ばしてバランスを取るようなことをやってます。はい、お子さんがいる方は上乗る、そうだ、上乗って、このプランクを子供を上に乗せて耐えるのもいいんじゃないでしょうか。かなりきついです。ナイス登場です。はい、続いてツイストクランチというものをやっていきたいと思います。まず仰向けになって膝を立てます。はい、で片足を上げて反対側の手を頭の後ろに持っていきます。ここから足はそのままでお腹、体幹だけに意識を持ってって、頭の後ろに置いた手の肘を反対側の上げてる膝へと持っていきます。はい、これを5回やったら反対に変えます。まあ、まずは5回ずつを3セットぐらいやってもらうといいのかなと思います。僕たちはトレーニングでは、15回ぐらいを2から3セットぐらいやるような感じですが、結構
腹筋の方、筋肉痛になりやすいと思いますので、まずは5回を3セットぐらいやってもらえるといいかなと思います。ここのポイントは、足はなるべく固定した状態で、お腹をぐーっと丸めながら、肘を膝にこう持ってくるようなイメージにするといいんじゃないかと思います。今までやってきたものは、まずは体幹の基本的な部分だと思いますので、ここから、僕たちは、よくバランスボールに乗った状態でそれをやったり、プランクでも、プランクをしてる、この腕の部分にバランスボールを乗せたり、逆に足の方にバランスボールを乗せたりして、バランスを取りながら体幹トレーニングをやったりしてます。あと、ストレッチポールなどもあるので、そういった、器具を少し使いながら体幹トレーニングをすることでより効いてくると思いますし、意識もできるかなと思います。自宅で自粛されてる皆さん、少しは、このトレーニング方法でしっかり体の維持をしていただければと思います。それではまたお会いしましょう。